イグナシオ・ピアッティは、アルゼンチン・コルドバ州、ヘネラル・バルディッセラ出身のサッカー選手。ラシンクラブ所属。ポジションはミッドフィールダー。2012年8月17日、CA サン・ロレンソに100万ユーロで移籍した2014年7月2日、モントリオール・インパクトへの移籍が決定するが、サン・ロレンソが、コパリベルタ・ドーレスの試合を残していたため決勝まで移籍せず、 コパ優勝をおきみ上げに8月13日に成績に加入した。8月16日のシカゴファイアー FC 戦でデビュー。コンカーカーフチャンピオンズリーグではチームを決勝まで導くも、クラブアメリカを前に合計スコア3のゴで屈した。その後、2016、2018シーズンと MLS のベスト11に選出されたほか、2016、2017、2018、 シーズンには MLS オールスターに選ばれるなどチームの中心選手として活躍。この3シーズンではモントリオールインパクトのトップスコアラーであった。2018年には前年に17得点を記録しながらベストイレブンに選出されなかったことからかリーグで最も過小評価されている選手に選ばれた。2020年2月10日、モントリオールインパクトとの契約を解除した。 テクニカルなドリブラーとしての一面を持ち、得点を取ることもアシストすることもできるほか、いくつかのミッドフィルダーとしてのポジションもこなすことができる。また、左ウィングが最もやりやすいポジションであると、口実している。ありがとうございます。